Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Come and act. さあ時刻は4時を回りました12月今日は8日週末金曜日でございますアジクーターラジオアジラジお相手は DJ モーリーとイラミナ正気です <laughs> ザラザラもう絶好調ですね <laughs> もうザラザラだったなも<う>今最高のスタートですね <laughs> びっくりしたザラついてるというアンチタン絡むかねいやもう絡んでますよザラザラいやそう<ー>いやさっきまで普通におしゃべりしてたんですようん。急に言うからさ あのー、多分あれでしょうね、<え>あのー、今日ホストみたいな格好してるからでしょうね、きょうに <laughs> 格好で声変わるんだったら、何切ればいい,わいやあのよく革靴履いたら、歩き方が変わるように、装い<え>が変わるとね。 ええやっぱりそんな風になるんですよ。ああ確かにな。うん、着てるものでその気分が変わって歩き方だったり、喋り方が変わることあるかもしれんでしょ。ああそうですよだ。だからといって俺がこういうちょっとネクタイとか締めたらザラザラなるわけ。あのいつもよりも <laughs> 首周りが、<laughs> <んに S 2> あの <laughs> 首周りが苦しいからあのー。<laughs> キュッ,キュッって出された時に <laughs> もうびっくりするんでしょう、ね、多分ね <laughs> 緩めてんだけどな首元はしっかりといや僕今日ですね、えーあのー、意外薄着に見えるんですけど <laughs>、はい、セーター的なこう素材なんですこれ。 ああ、上着ね。上着。うん、ただ、これがですね。あの、肌に合ってるのか、合わないのか。うん、これ一枚で、だいぶ首周りが暖かいんですよ。<laughs> いや、いいじゃない。いいんだけど。いい,い,いいんだけど、なんか変にこう、上半身が温まってるから。変な感じなんですよね。<laughs> 何、森光は今日、体が火照っているっていう話。火照ってるっていうか。<laughs> あったまっている。あったまって、やかましいわ。<はい S 2> 言い方変えただけで <laughs>、まあどうでもいいわよ。あの子の子は上半身がホットな話はどうでもいいんですよ。いや、今日スタジオに来た時にね、どこのお兄さんが来るんかなと思ってね、ちょっと一瞬二度見しましたよ、今日。あれよ、あの、まあ今日忘年会ですから。うん。FM 講座の。 り切って違うわあいや張り切って入、ね、<laughs> り,り切ってたら悪いわ逆にじゃあのだからこうやっスタッフはちょっとそういった格好で雇用うぜ話になったのなるほど。それはもう,お客もうお迎えする立場ですから,らなるほどね。はい、はい。そういうことですよ。まあこのあとね夜の7時から、はいえー、FM コンサート大忘年会ということでもう毎年どんどんなんかこう人数がね増えておりますけれども、うん、毎年100人を超えるという。 すごいよねこれねはいはい<ー>これでねもう例年、ね、も100名超えで、はいえー、毎年ドーンとやらせていただいてますけれども今回もね、うん、いろいろ事前予約とかあと当日あれちょっと待ってください <laughs> あ今目の前に鶏歩いてないですかそうですね田ウチ歩いてますね今ね <laughs> あれレスラーの方じゃないんですよねいや割かしちょっと大きめの鶏だったような気がしますけど、あのー、多分毎年この時期になってくると<れ>はい ラインを切される方だと思うんですよ。多分。あ、本土の方から、本戸の方からコケコッコっつって。すごいな。いやだって今年鳥取出身ですから。あ、そうかそうか。最後の鳥だ最後の鳥。いやちょっと今今ちょっと見えいなくなってますけど。なくなったな。はいはい。まあまあ後でまた。すごいな。ディスナーさんもすごいな。まあそういう意味ではね今日の忘年会あのうわあの赤は稀に見るわ。 あれ、染めたばっかりの中ですね、ね。<laughs> ね<え>だな、だな。そうだな。<laughs> う,わうわ、うわ、ラジオネーム、ウスケさん。はい、いらしてます外にいらしてますけれども。<laughs> これ、いつ染めたの 昨日ばやっぱりねっぱり染めたばっかりの色ですよね。あれ気合い入ってるな。さあこれはちょっと今日の忘年会で、はい、あのいらっしゃる方はもう見れると思うんでね <laughs> はい楽しみにしていただければと思いますけれども。後っとねその情報等もお知らせしていきたいと思います、はい、アジクルタラジオ週末金曜日今日今もスタートです。 アジクルタラジオ今日のオープニングはグローーーブでリパーチャーをお送りしましまた。この放送はお母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディスクリニック株式会社上進組の提供でお送りします。 アジクルタラジオ週末金曜日の放送をお送りしてまいりますいや今日はね寒いっすねいや寒いよもうさあんまり寒くて、うん、僕このシャツなんですよ今、うん、でシャツの中からヒートテック、うん、をつけようと思ったんですけど、うん、なくてはいまた、あ、も夏の間にいらねえよっつって捨てたんだと思うんだけどとかまあどっか閉まってるとかねなくて で今日慌ててくる途中に、うん、あのショッピングセンター行って、うん、ヒートテックを買ったんですよ買いましたか、はい。はい、ところが今日驚いたのよ、うん、このヒートテックってこうなんていうのかなまありかし薄い生地に、うん、生地なんだけどあったかいぜみたいなのがヒートテックじゃないですかうん、うん、一応うん、うん、ところが今日行ったヒートテックのちょっと待ってくださいねええ <laughs> バイバイすんなこれで <laughs> 変な人がいるぞ外に <laughs> いや今日の忘年会をね<ー>リスナーさんがね面白いことになりそうですねやばいっすね、えー、ちょっとそれでパークアベニューを歩いてきてください<笑><笑>いけない <laughs> ほんでそのヒートテック <laughs> 薄い生地だろうなと思ったんだけど、はい、なんかよウルトラヒートテックみたいのがあってから<ー>な,なんていうのこの中にモコモコついてるわけ<で>極段じゃなくてあなななんんんかそんな系そんな系ウルトラ ヒートテックみたいな感じで書いてあったもう洋服やしと思ってあそれ買いましたけどえどうなんですか着心地っていうかあのねあったまってる感は暑い暑いやっぱり僕中からつけてますけどほんでもう一つ驚いたのがそこ自由だったんですよ自由あのまあ衣料品店のねその自由のレジに自由ってあんま行ったことなかったんだけど行ったら自動レジなんですよ 自動会計のレジあほんで、はああのー、レジの,このお金自動でこう入れたり小銭入れたりして、うん、この画面にいくらですみたいなのが出るような通常の自動生産の機械あるじゃないですか。あ、はい、あの下に箱があって そこに、このなんての、買ったものを、うん。入れるんですよね。かこ、あ、おお。え、知ってんの?。西原行ったな、お前。<laughs> あ、そうそうそう。だいたいわかるな、通り道なんだけど。<laughs> あなたもそうでしょう。けどあれ、不思議だよなー。驚いたぜ。<う>僕はそのヒートテック一個だけ買ったから。その、かごん中っか、の箱の中に一個だけ置いて。うん、自動でこれなんだねって見てくれんだね。 あそうなのそうで隣の人はかごにいっぱい買ってたわけよ、うん、はいはいはいで店員さんが来て「あっかごと入れていいですよ」って言うから、うん、入れたらもういしてやんのそいつおおすごいねごいどういう仕組みと思ってね <laughs> いやでもやっぱ買う人多いんじゃないですかいやー多いと思うよ今日の寒さはちょっとびっくりだよな朝から寒かったからね,ね朝から寒かったあ<ー>、まあ、なんと言っても昨日に比べてだいぶ風が吹いてるからねだからね風がもう北風になってるんじゃないですかうんあまあ12月って感じも より一層してきましたけど今日の最高気温が18度ということなので最低気温はあ16度とかそれぐらいじゃないですかえいやもう最高気温が20度切ったらやばいっすよもやばいよなヒーッてなるもんいやにねあなたのように今日慌ててヒートでック探したという人多かったと思うよいらっしゃると思いますよねえんかまあ今日金曜日ですから今日からまた週末にかけて忘年会とか多い人いると思うのよはい 冷中厚着していった方がいいですよあゃ着込むっていうかね寒かったらお酒もおいしくないしね一応よ、うん、あのやっぱり冬の準備ってなかなか沖縄間に合ってないと思うんですよいやだってもう昼暑いとかあるのに <laughs> <laughs> あの靴下さ <laughs> くるぶし見えるやつとかずっと非常にで履いてるから普通普段で、うん 長いの見当たらないとかさそんなハプニング絶対あるんですよわかるよあの引き出しのデージョークにしかないとかそう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 。もう観光捜査以外使わないとかねいやーそういう感じなのでいやーほんと寒くなりましたよ沖縄も長崎で今日初雪観測っていう九州でねマジっすかうん早くないいや早いですよこんなもんかまあこんなもんなのかなああ、まあ冬ですねそうですね 外にね。外には。沖縄らしからぬ装いの方がいらっしゃいますけれども。もこんな話してる目の前で。もうカかにタンクトップだぜ。熱が <laughs> 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 ってますけど。<laughs> 大丈夫やみ、本当に。一応、内地からすると、<laughs> はいはい、沖縄の今日の寒さっていうのは、ああ意外と寒さになってないかもね。ああ、実際どうなんですか内地は今何度ぐらいなの一桁。10度。 ああ、じゃあもう沖縄の真冬の一番寒い時ぐらいだ。ってことぐらいですよね。あ<ー><ー>まあそれに比べりゃだと思いますけど、暑い,い。暑いわいっていうね。<laughs> もうあ一見見るとプロレスラーですからね、本当にね。<laughs> ええええ、まあ、よ、<laughs> まあ、まあ、よ、本当に。<laughs> まあこの後とね、<laughs> F.M. 小澤の大忘年会があって、あ、はい、そこにね参加するということで、うんえー、県外からたどすけさんがねやってきております。来てくれましたね。 じゃあ後ほど、はい、さあ今日の番組のテーマなんですけれどもこんな忘年会いいなはいこちらでお送りしていきたいなと思いますまああの人がね多く集まるものから、えー、プレゼントがどっさりのやつから、うん、でまたちょっとこう料理がね、うんえー、鍋 カニとか、もうなんかもう、その充実感が半端ないとかね。はい。まあ、人それぞれあると思いますんで、よかったぜ、こんな忘年会、いいなあの方でよかったなと思ってます。なんでなんでなんで、こんな忘年会は嫌だ、だったらさ。ほら。暗いよ。やほら。<laughs> あなたもボケないといけないわけじゃないですか <laughs>。あ、そういうことね。振 <laughs>、えー、っといて、ボケるってう。はい <laughs>。ええー、危ないところです。あくまでもね。うん、あったら、いいなあ、でいいので。あ、いいじゃないですか。はい。 こちらでお送りしていきたいと思いますさあ時刻は4時18分になっています続いてはメッセージのコーナーです さあ今日もやってきましたメッセージのコーナーですこのコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りします、えー、足元から名護 PR ということで今日は名護の話題です沖縄タイムス地域面の中から、えー、名護市は名護市の、えー、カンヒ桜や名護市の鳥琉球目白などがデザインされた独自のマンホールの蓋を紹介するマンホールカードを9日から配布し足元から地域を PR します まあ、沖縄市は、ねあのー、A 棒が、はいえー、マンホールにあ、ね、しらわれておりますけれども、うん、なんかこう、地域、地域、そういうものがだんだんと増えてきましたね。9日から、まあ、配布し、足元から地域を PR するということで、えー、カード発行に合わせ、名護十字路に面した名護市市営市場広場に新たにマンホールの蓋が設置され、4日、名護市の職員や観光事業者ら、えー、関係者およそ30人に披露されたそうです。 全国の自治会で発行されているこのカードは9日に293種に達するそうです下水道の PR 団体下水道広報プラ,プラットフォームと市が共同で発行し県内では県中口村に次いで3番目となります カードにはマンホールがある場所の緯度と経度を明記、地域の文化や自然、特産品など各デザインの由来も解説するなどコレクター心をくすぐる内容が全国でファンを増やしているそうです。名護市は1994年から名護市独自のデザインのマンホールの蓋の設置を始めました。1998年以降はカラー版も加わり、現在は1万4千個以上が設置されているそうです。稲見名護市長は 下水道の大切さの PR や名護市の理解に役立つ、観光客を含め、街に人を引き込む役割も担ってくれるのではないかと期待を込めています。この市のカードは午前9時から午後5時まで、名護市営市,市,市場の駐車場窓口で1人につき1枚無料配布していくそうです。はい、ということで、 えー、そのマンホールの中にはですねカンヒザクラや鉄砲ユリ琉球目白ヒンプンガジマルなどがデザインされた名護市のマンホールということで、うんえー、またちょっとこうブルーとピンクと白とね、えー、3色4色ぐらいでまあ配色されたデザインですけれどもうん、うん、とてもこう可愛らしいそんなマンホールでございますいやーとてもいい取り組みだと思いますね、うん、やっぱり、ね、その場所に行ってまあ、まあ、マンホールって普段こうそんなに目に留まらないというかうん こう気にして見ないもんですけど、はい、そういったまあ当たり前にどこにでもあるようなものをその地域の特産の模様デザインを取り入れて、うん、それをもう皆さんに見てもらうっていうのはなんかいい街の歩き方っていうか、うん、新しくそういった名護市が活性化する一つのなんかきっかけになるんじゃないかと思いますね。 んかこう名護市のこう花とか鳥とかね、うん、あ名護ってこれがあのまあ市の鳥なんだとか花なんだとかね、うん、そういったことでアンテナ張って何かの標識名護の情報が流れた時に、うん、あ名護といえばっていうねそういうイコールになりますからね,まあね。まあ沖縄市の方でもねえーエーサーキャラクターのエボーが拝されておりますけれども街をやっぱり歩くとそのマンホールも見かけるのでえドライブよりもねうん、うん え練り歩いた方がその発見をねまた高まるかもしれませんね、うん、さあ今日の沖縄タイムス地域面の中から紹介いたしましたメッセージこのコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りしました さあ週末金曜日今日は12月の8日でございます。もうねえ一、ー、日1日がなんかこう本当に早いなと感じながら、うん、あっという間にこう週末が来るというパターンですけれども、ね、週末どうですか忙しそうですか。ああ<ー>そうです。で,すでいやもうちょっとうんありがたいことですけどバ<お>タバタを<お>します。 だけども今年は早めになんかこうゆっくりできそうな気がするんですうんまあ12月の半ばぐらいめどですかねうん僕の場合は今月はどうですか財布の紐的に硬いですか緩いですかめっちゃ硬いですあめっちゃ硬いガッチガチですガチガチなんなら持ち歩かないぐらいですあそれがいいよないやもうそうだって後半何があるかわからないんですもんうん今からクリスマスも来んのよはいはい忘年会だって僕まだ今年一件もやってないですからうんなのにですよ なのに、もう今からあうんですよ、いっぱい。それはもう、閉めるに越したことはないです。あじゃあもう、財布自体、お金自体持っていかないと。はい、だから、それこそ、今日だってヒートテック買ったぜ、イエーとかさっき言ってましたけど、うんうん、ギリギリまで本当に買っていいんか、俺って迷ってたくらいですから必要かどうかね。そうそうそう、だけどもうやっぱり必要だろ、今日の寒さは、ということで。うん。えー ヒートテックだけ買い,買いましたから <laughs> 他のものはもう買わずに脇目も振らずに目標に向かってもう一直線ですから <laughs> それがね<う>えー、以前からやっておればっていうことだと思いますけどもでも本当によなんだろうね 環境が変わってくるとというか、うんえー、子供生まれてからよくパーパママ装いが、うん、あんまりお金かけなくなるとかってあるじゃないですかまあまあまあ、うんうんうん、これを本当に自然にやってるなと思ってからさ <laughs> はい、はい、何か買う時もこれ本当に必要なのかっていうのを判断材料にしてる自分がいてからわ、うん、かるぜ養しが子供に。 ああ、これ欲しいな。<laughs> あ,あそうか。とかやるだろう。<laughs> じゃあ、パパが買ってあげようかなとかなるだろう。いや、まだそのレベルっていうかね、<laughs> ああでか話し合う年齢差ではないので、あれですけど、<laughs> はいはい、あの、先週、こう、嫁が、あのー、まあ、お産終えて、はい、で、その翌日かな、うん、またこう、娘との生活になるっていうところで、うんうん、えー、美味しいものを食べに行っていいよって言われたんですよ。 はいはい、もう頑張ってくれたから、うん、ご褒美だ。そう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 ,そう、うん。いいじゃないですか。だけど、そのご褒美に慣れてないから、あんまり。<laughs> どう自分たちにご褒美していいのかわからんくて、とりあえず、近所の焼肉屋入ったんです行ったことのない。あ、とりあえず、この機会だからな。ご近所さんだし。焼肉なんつったらご褒美感あるわ、確かに。で、ちょっとこう、赤瓦で、1階建てで、焼肉、 なんとかみたいなもう食欲そするネーミングの店舗だったんですけど、うんまあ、いいじゃないですかもうよいしょ入ってみようと娘と入ったんですようん、うん、で二人で行ってもうご褒美になれてないもんだからお会計1 0 0 0円ちょっとしか <laughs> なんていうの <laughs> 注文してないわけい弁当買ったわ <laughs> 焼肉屋で 1> <laughs> 1 1600円かなこれはす消費税諸々合わせてお茶と弁当で2人分1000円超えるぜ一応 <laughs> なんだろうなこのなんだ,それだからもう癖がついちゃって要はあれ、食べ放題だったら何がいいかなとかなるんですけどもうなんかいろいろ考えるさ、うん、えカルビ1380円だろえー、オレンジ オレンジの方が高いやしとか,なんかん、えー、父ちゃん、<laughs> 父ちゃんお前、分かるよ、分からんでもない、俺もう3人するよ、一応。はいはいはい。なんか裏見て、え裏に390円均一あるやしってなるけど、<laughs> なるけど、そこはご褒美って言われてたから、それはもう娘さんが食べたいものをどうぞどうぞってやるべきだぜ。いや、まあ、でも、娘自体がね、うん、3歳ですから、ハンバーグ、ウインナーぐらいなんすい<あ>言ったらあ、そうかそうか、もうカルビって言うわけにいかないじゃないですか。 ああっていうのもあったんですけど、はい、ただこうあまりにも慣れてないと <laughs> そうなるんだろうなと思いましたね。お <laughs> いいしの食べに行っっっててで言った あなたのお嫁さんも逆に申し訳ない気になっちゃいます。<laughs> え、千円しか使ってこなかった。まあ千円しかという言い方もないですけども。ずっと働き詰めで仕事がない人がはい、はい、休みですって言われた時に<ー>何していいかわからないあの感覚ですよ言ったら <laughs> 本当に <laughs> デジグッと来ないけど <laughs> <laughs> あそう <laughs> ま,あまあまあいいじゃないですかでもたまにはねまあ娘さんの二人でこう外食なんつうのもね<え>なかったはずですから。うん まあの今日のテーマ的にいくと忘年会ですから、えー、1年ねお世話になった方、はい、まあ本当にもうありがとうございましたっていうね、うん、そういった色も兼ねてるんでもちろん、うん、なので少しこういつもよりも贅沢したいなっていう気持ちが多いと思うんですよね。まあなあ確かに忘年会というとその普段集まってるメンバーでやる忘年会だとしても、うん、この、まあ、月一のもあいとかで。 飲むこの飲み会とはちょっと違うスペシャルな感じルな,んだろうなっていうのはああるわなな、はい、まあなまんならこう普段だったら一人3,000円ぐらいで飲み食いしてるのを、うん、忘年会だから4五千5 0 0円いってもいいんじゃないみたいなね、うん、まあ簡単に言うとねとかあとはでもお店がもう最近ほらもう忘年会プランっつってふ、はい、普段のもうお値段でどんと行きますよみたいなのがたくさんあるからね、うん、今のね。 だから人気のある店なんかはもう11月からもう予約いっぱいらしいですからああそうですか、うん、すごいねー僕も今年はもうかろうじてというかまあたまたまですけどこの忘年会何件かある中の漢字が一件もないんですよ僕ほうラッキーと思ってるんですよ <laughs> え毎回一応お願いされるんですか一応 <laughs> ね数件あるうちにあ漢字やって言われる時はあるのよおうおうんそしたらえっ、ー、つって,言ってうんでも漢字のプレッシャーみたいなのあるっしょ一応おやったことないか分かんないやれやあ <laughs> あの今回オファーあったけどうん いやってたなんでよやれや、マジでやらんって。違うゃんもう、感じ大変なのよ。いや、大変だと思う、マジで。みんなの予定を合わせるのはもちろんだけど、お店、お店一番。来てから、はぁ、熊なって。つぶやかれてみ、マジで。いるよな。わかるよ、わかるよ。コースってこんだけな、みたいなこと言われてみ。俺、店の人じゃないけど、えってなるよ、本当に。こんなになそうなのあの、苦労して探して。 えー、これだけとかねだからもうそういうのをいろいろこう考えた上でお店探しするはずですから、うん、まあそう言われないようにこうお店の方々もちゃんとこうやってくれてはいいんだよ、うん、ただ言うやつがただもう欲出しすぎてるだけの話なのよあでもよ言う人は毎回何やっても言う,、うん、言うからねだからもう決まるわけなんですよ <laughs> 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 まあこれはもうザ・仲間うちのあれですね<ー>忘年会の話ですねまあそんな忘年会で揉めたかないですけども、はい、1>, まあ1年の労をねぎらうっていうことでね、うん、こうみんな集まる機会ですからねえ今日の番組のテーマはですね「えー、こんな忘年会いいな」というね理想の忘年会、まあ、過去にやった忘年会であれは良かったっていうね引き出しをまた開けてもらって、うん、ああいいっすね、はいまあ、これから控えて皆さんのヒントになればいいんじゃないかなと前向きな話なうんうん 後ろ向きの話はももうううううううやめよそそそそ過去の話をねまあいい話だけ持ってきていただいてよくないやつをね置いていただいてはいはいえさあちょっとねたのすけさんが来てから何かこうざわざわ感がすごいんですけどパークアベニューも混んでんかなんか知らんけど混んでるしちょっとこうねあのあらおっありがとうございます何ですか何ですかどどううぞぞ ラジオネーたろすけさんがはいえじゃああなたちょっと今受け取っててくださいえたろすけさんが今あららお花をやったありがとうございますこれうぎぼさんなんて書いてあるんですかえモーリーさん第2章おめでとう沖縄もちっち目指せ子だくさん35人たろすけということでちょっと何書いてるか分かりませんかあいいじゃないですかお二人から頂きましたありがとうございますあるほどお二人でこれ ちょっとこう買いに行ってたんですね。今ねあすいません。もうありがとうございます。<laughs> あなたちゃんと喜ばないといけないですよ。こういうのはいやありがとうございますい。逆にサプライズいただいてしまって、いや県外からね。ね<ー>結構長旅だったと思うんですけれども、<ー>もう言えば今日から本番ですから？たおすけさんね。まあね、来たばっかりですから。はいはい。いや、良かったですね。でもね、ありがとうございます。はい えー、メールもたくさんいただいておりまして、ラジオネーム仰天さんから、はいえー、モーリーさん、正希さん、ディスナーの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です様で、えー。こんな忘年会はいい。うん、来賓を呼びすぎない。あは。前の職場の忘年会の時に、1年の労を職員同士でねぎらうはずなのに、来賓を呼びすぎて、うんえー、接客しかしてなくて、うんえー、ホテルの食事もほぼ食べれず、仕事みたいなもんでした。 なので職員で盛り上がれる今の職場の忘年会は最高に楽しいですクリスマス時期に当たるからプレゼント交換をやるんですが千円くらいで買える喜んでもらえるプレゼントって何かありますかねということでこれから控えてるっていうことですねはいありがとうございますいいっすね、うん、こうやってこの忘年会は楽しいんだよって言えるような忘年会があるのはもういいことだと思いますあったっていうねねえ 1000円くらい1000円ねプレゼント交換僕も今までこそないですけど昔やってたモアイがあったんですよはいはいはいクリスマスの時期忘年会毎回大体1000円か2000円ってその年で決めるんですけどあの1000円いろいろ買えるよ本当に1000円ねめっちゃ買えるめっちゃ買えるいえばその1000円でその人のセンスが問われてるからねだわけよですよね笑いに行くのかマジに行くのか いやこれな本当に評価が分かれるんだよなこれがもう200円だったら、うん、もう逆にいくしかないですけどもうもう選択肢がな1,000円あるからね1,000円ね何買うかな1,000円で欲しいのある ?1,000 円で欲しいの<う>まあ例えばですよおうおう例えばあの松岡修造さんのカレンダーとかが1,000円で売ってるのであればおうおう僕はもらって嬉しいタイプなんですよおうおうああ そうね。一、うん、年通して使えるもんだからな。そう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 。僕はね1000円やったらねヒートテックが欲しいです。<laughs> <laughs> もう一枚。 あの、多分スポーツデポさんで、今日安くやってたから、660円の税込み。あ、ほですかあ、なんでその情報僕に先に教えていただけなかったんですかいや、俺も今日買いたいなと思ってた、チラシ見ながら。安うと思って。やってんだ。いや、あの、お家見つからなかったんですよ、ヒートテックが。見ればよかったですヒートテックが探してもなかったから。はい。 いきなり寒くなると、やっぱ人間用意できないんだなと思ってからさ。<laughs> 俺も全く同じだから、今日朝から<ー>ないやし、っつってから。<laughs> <laughs> これ買わんといけんば、みたいな話で買ってんだから。いや、でもな、あの、<ー>何週間か前までですよ。はい、こんなに寒くなる日が来るなんてですよ、言ったら。だからよ、火とてっくへんって言ってたのによ、俺。もう日中暑かったからな。おかげで、多分今日朝からみんな買ってんでしょうね。あ、多いでしょうね。<ー> しかない L しかない L しかないっていうかサイズ大きめしか残ってないんですよはあなる,ほど<ー>なるほどなるほどじゃあもうあなたと同じぐらいの背格好の方が購入した率が高いと高いのかも分かりませんけれどもねまあまあそれはいいんですけれども、はい、1,000円ねまあいいとこですけどね、うん、だからあのほら男女混合とかだったらもっと困るわけですよああなるほどね男同士だったらそれはもう男んのヒートテックだなんだかんだ、うん、エロ本だなんだかんだ買っときゃいいんでしょうけどうんうん、うん 入るとねでね大体増えてくるのがお酒うんボトルはいはいはいんかちょっと見たこともないワインのボトルとか出てくるんですけどあれやめた方がいいですよんで持って帰るの大事なんだああおもしになるものってことねああそれはなやめた方がいいですよって僕も買ってる人いたら大事ですけどでもでもあのもらった側の気持ちを代弁してってことねまあまあそうそうそう確かにな で実際僕家で酒飲む方でもないんで、はいはい、持って帰ってもうなんですよね。 あまあ、実際飲む機会がないってことねそうねうんだからまあその人に合ったものって考えても人数多いとね、うん、誰をターゲットにっていうのもできないからねうん、まあ、やっぱヒートテックなんじゃないですかまああるじゃない、あのーはい、ボケ狙いのパターンと <laughs> あー、えー、マジ受けがいいパターンとみたいなあちょっとこう男子にもいけるし女性でもらって嬉しい美容系とかそういうのでもいいんじゃないですかああそうだね あれとかいじゃな僕も当たってもらったことありますけどバランスボール的なやつああはいはいはいあれってねんか売ってる時箱に入ってちっちゃいんですよでお持ち持って帰って膨らましたらめっちゃでかくなんだけどああそっかそっか家でも手軽にこうエクササイズ的なねできるからなあこれからねまだ時間あると思いますので十分考えてみてくださいさあラジオネームギマさんはいモーリーさん世紀さんお疲れ様ですお疲れ様です今日も楽しく聞いております えー、そして「寒くなりましたね、うんえー」テーマ「こんな忘年会いいな」といえば「笑いが止まらない忘年会ですねこんな忘年会は最高ですよ」ということではいこれはいいですね、うん、まあやっぱり老をねぎらうと言っても、うん、笑いないとね、うん、楽しくやらんとねもうチャー笑いのっけからー笑いハハハ もう乾杯ってやった瞬間から、もう、もうてんやわんやも。あ、本当、あっつってな。みんなで盛り上がれたらいいよね。そう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 、それいいですね。あ、わかるな。いや、最近その企業さんの忘年会とかっていうので。うん、この、まあ、親やんとかも所属してますけど、うん、お笑い。はいはいはい。芸人さんたちが。はい、こう営業で呼ばれることが結構多いらしいんですよ。あ、なるほど。こって、あの会場を借りて。 何々株式会社大忘年会みたいなことやるじゃないですかうん、うん、でそのステージにお笑い芸人さんを呼んでネタをやってもらうとか、えー、いう営業がやっぱ年末多いんだっていやでもそれでバーがね思いっきりこう変わるでしょうね盛り上がるからねいややっぱそうだと思うわけよでまあそれ,それこそ人数いればね、うん、みんなで一つの ステージ見てみんなで同じ笑いが起きればね<ー>それこそ盛り上がると思うんだよねなるほどなるほど、まあ、そういうのもちょっといい忘年会の使い方かなと思いますねあの企業としてもね、うん、あの一つの忘年会まあ締めなので、はい、ちょっとこう来期につなげるためにもうん、うん、ちょっとこう奮発して仕事をね振ったりとかね、うん、いいですねだからねそういった、まあ、あの忘年会を盛り上げてもらうために<ー>こう人を呼ぶのか何かするのかっつうのは いいいかもかもわんないですねいい個人的には難しいと思うんだけどうん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 「わった忘年会でよ」あの「吉本沖縄の大家由みっていうのを呼ぼうと思うんだけどよ」「一人2万集めていいか <laughs> <laughs> 分からんけどいやでもこれも新しい忘年会じゃないですか <laughs> まあ,ありだと思うやる人も実際いると思うしねねえうんうん、うん、なんかいつもと絶対違うさそれってまあな普段ない 形でない人が来ることで盛り上がるんだったら全然いいよね。あ、面白そうだな。だね、そういうのもあるんですね。ああ、えー、こちらもいただいておりますラジオネーム MJ さん。はい。はい、えー。ハイサイ DJ モーリアンの正規 MJ です。<Yes. S 2> 理想の忘年会。うん、若くう若い女の子がいる忘年会ですね。えー、可愛い女の子に囲まれてキャッキャキャッキャしたからあしたしたから。<laughs> もうちょっとあれだなもう、えー、お酒をいっぱいおっぱい飲んでからさ楽しくやりたいねそしたら2次会でも3次会でも行くまで行くよ、えー、そういえばうちの会社の忘年会この間の土曜日の昼間だったんだけどその時間那覇マラソンの絶景の絶景取るに那覇まで行ってる時間だったわけだから忘年会は行かんかったさしてから土曜日も雨降っていたから100円ショップで雨がっぱかったり雨対策していたわけそしたら ハレチョンでや、<laughs> えー、今日 F.M. こさんの忘年会なんだね。えー、自分今日はいいかな？<laughs> えー、聞いたことあるあ、まあ。聞いたことある。<laughs> もうよ、M.J. さんが考えに考えて丁寧に書いたメールをよ、やーがひっちかむからよ。<laughs> 台無しだぜ <laughs>、えー。違う違う。これね、<laughs> <で>あの僕噛んでるんじゃないんですよ。何でそのまんま読んでるんですよ。あ、まあ、そうなんですか？はい。わ、まあまあ、あ、本当だ。キャ,ッキャ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 ッって書いてある。<laughs> ええー、かりづらさよ。<laughs> まあいいっすけど。<laughs> あのね、下ネタをね、これでもかって盛り込みすぎて、<ー>言葉がね当たってるのが間違ってるのが分からないですよね。エムジェイさんにはもう下ネタの秩序がないんですよ。あ秩序がない。秩序ももう上限もないんで。はい。困っちゃうんですよね。あなるほど。<ー>正気困っちゃう。もう僕困っちゃう。おお始まったや。<laughs> 始いやあの先週はね先週はまた寛大な心持ちでしたからいやまあまあそりゃそういや今日今日だって持ってますよあそうですかいやほら今日テーマがテーマですからなるほどいい忘年会どんな忘年会ですからうんそんなんもうプリプリしてられないです僕もプリプリしてられない何かおかしかったか今までいやいや今週ねなんかどっかで聞いたんだよなプリプリいいよ思い出すなやんかそれ嫌やし <laughs> この前もって <laughs> ーーやーにプリプリ言ったやつ俺かぶったら誰か知らんけど OKOK いた曲いきたいと思います。で Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Coming up next, Ajiraji. さあ時刻は4時を回りました12月今日は8日週末金曜日でございますアジクーターラジオアジラジお相手は DJ モーリーとイラミナ正気です <laughs> ザラザラもう絶好調ですね <laughs> もうザラザラだったな<う>今最高のスタートですね <laughs> びっザラついてるというアんチタ絡むかねいやもう絡んでますよザラザラいやそう<ー>いやさっきまで普通におしゃべりしてたんですよ、うん、急に言うからさ あのー、多分あれでしょうね<え>、あのー、今日ホストみたいな格好してるからでしょうね <laughs> 今日ね。格好で声変わるんだったら何着ればいいわいやあのよく革靴履いたら歩き方が変わるように装い<え>が変わるとね えやっぱりそんな風になるんですよあー確かにな、うん、着てるものでその気分が変わって歩き方だったり喋、うん、り方が変わることあるかもしれんでしょあ,あそうですよだ,だからといって俺がこういうちょっとネクタイとか締めたらザラザラなるわけあのいつもよりも <laughs> 手首回りが <laughs> <っ>あの首周りが苦しいからあのー <laughs> キュ,ッキュッて出された時にもうびっくりするんでしょう、ね、多分ね <laughs> 緩めてんだけどな首元はしっかりといや僕今日ですね、えー、あの意外薄着に見えるんですけど、はい、セーター的なこう素材なんですこれああ上着ね上着、うん、ただこれがですねあの肌に合ってるのか合わないのか、うん、これ一枚でだいぶ首周りが温かいんですよ <laughs> いいじゃないいいんだけどいいんだけどんか変に上半身が温まってるから変な感じなんですよね森光は今日体がほてっているっていうか温まっている言い方変えただけでまあどうでもいいわよ上半身がホットな話はどうでもいいんすよ今日スタジオに来た時にねどこの兄さんが来るんかなと思ってねちょっと一瞬二度見しましたよ今日でよやあのまあ今日忘年会ですから FM 講座の「 いや違うわいや張り切って張り切ってたら悪いわ逆にじゃあのだからこスタッフはちょっとそういった格好で雇用うぜっ話になったのなるほどそれはもう,お客もうお迎えする立場ですから,らなるほどうこ,とですよまあこのあ後ね夜の7時から、はいえー、FM コンサー大忘年会ということでもう毎年どんどんなんかこう人数がね増えておりますけれども、うん、毎年100人を超えるという。 すごいよねこれねはいはい<ー>これでねもう例年、ね、も100名超えで、はいえー、毎年ドーンとやらせていただいてますけれども今回もね、うん、いろいろ事前予約とかあと当日あれちょっと待ってください <laughs> あ今目の前に鶏歩いてないですかそうですね田ウチ歩いてますね今ね <laughs> あれレスラーの方じゃないんですよねいや割かしちょっと大きめの鶏だったような気がしますけど、あのー、多分毎年この時期になってくると<え>はい ええー、来予期される方だと思っ日曜日と、そして12月の17日に第6回学生エイサー祭りというのがね、えー。この冬に行われるということで、今日はですね。えー、まず琉球カジマ屋の方から玉木さん、そして法政エイサーの方から池田さん、お二人にお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今日はですね。<laughs> 僕もそうですけど、イラミナセイキさんも。はい。この冬の装いなんですが、玉木さんだけね、うんうん、ポロシャツなんす、ね、ですよね。ちょっと。 ちょっと間違えてきた感じ間違えてきた中からヒートテックつけてるでしょこれは残念ながらつけてないですきょうね、今日ね、外パーカー部に歩いてきましたけど半袖だったから寒くないかなと一瞬思ったんですけど一応、あちらもパーカーつけてたんですけどちょっと音鳴りそうだなと思って脱いで、音をちょっとじゃあ気にしていただいて。い あのこのね冬の時期にエイサーのイベントっていうこと,でっとびっくりしたんですけど、はい、えー、その学生エイサー祭りっていうのが今回で第六回なんですね。はい、今年で第六回を迎えさせていただきます。このまあ中身なんですけどどんな中身ですか。そうですね。えっと学生エイサー祭りといってえっと私たち沖縄国際大学の琉球カジマヤそして琉球大学の方正さんで沖縄大学の三日寺この三団体の えっと学生主体のエーサー団体が、うん、えっとこの学生の力でこのエーサー祭りを企画して、はい、この伝統芸能であるエーサーとか他の沖縄の伝統芸能を盛り上げていこう自分たちから発信していこうっていう目的で、うん、えっとこのお祭りを企画してで今年10日と17日にえっ、ー、と学生さまつりを行うともと思っていますなるほど、はい、玉木さんおまちはゃ沖縄の出身ではい自分は室尾沖縄室尾沖縄ではい。 池田さんはどちらの出身ですか京都出身です京都出身じゃあこの法政エイサー琉球大学に所属してこの A ーに入ったということですかへえ最初のこのエイサーの印象というか覚えてますかエイサーのもうなんか沖縄といえばエイサーだったのでもうこっちに来た時からエイサー入ろうって思ってはいやる気満々でいきましたおじゃあもう今何年目ですか今年年年生の目目 京都に帰られることも多いと思いますけど、はい、その辺でまた「エイサーやってんの?」とか言われますああ、もうそうですね、ね。言われれまますす。す珍しがらそうですよね今本当に沖縄から飛び出して県外とか、ね、海外までエイサーを見る機会増えてますけど、はい、まあそんな中で大学生がねこういった形で頑張ってるということで今回はエイサー団体3団体。はい。 またそれ以外にも他のあのサー以外のもの見れますすよねそうでと今回、毎年友情出演という形で何枠かあるんですが今年は10日のほうにお棋国の中東芸能クラブといってベリーダンスをやっている団体さんが10日に出てくださって17日、この「コザミュージックタウン」で行われる17日には p ファムというバンドさんが友情出演として出てくださいます。はい えまずですね来たる日曜日ということで12月の10日は県庁前県民広場の方でえまず1回目があって12月の17日日曜日が沖縄市のミュージックタウンのえ方で行われていくということですねもう10日ということで今度日曜日ですけどそうですね今週ねもう皆さんどうですか準備というかうもうなんか急ピッチみたいな感じ急 <laughs> ピッチみたいな感じ、えー、どんどん進めてる感じどんどん進めて行ってそうですね那覇で 那覇の県庁前の県民広場でやること自体がこのお祭り史上初めてでずっと「小ザのミュージックタウン」の方でやらせていただいていたんですけど今回はえっと那覇近郊の方々にもエサ祭り足を運んでいただきたいなと思いまして那覇でもえっとやろうっていう企画でこの県庁前で踊らせていただきます。今ちょっとパンフレットを、ね、あの皆さんが作ってもらったパンフレット見ているんですけど琉球カジメマイの皆さんがええー 100名で構成されてるんですか。そうですね。すごいね。<laughs> すごくない。ね、多いですね。<ー>卒業生の方もえっと構成団体の構成人数に入れるともう100人は余裕で超えますね。さすはい。あの前頭演説のね中日最終日とかで、はい、100名を超える青年がよく見ますけど、うんうん、多いよね。とってもね。や,やっぱね100名こう超えてくるとかなり多いですよ。そうです、ね。やっぱ。<laughs> っって思すごい見応えもあるしねそうですね。ってなるとまた隊列だったりとかその辺合わせるところがね乱れてくるとね大変ですもんね。どうやってお客さんに体型で見せようかなっていうことも結構大事だと思っているのでちょっとそこの練習とかでもやっぱ苦労しますね100名近くいるとちょっと苦労しますね。 梶村さんに比べたら少ないですけど自分らのエーサー笑顔エイサーっていうのをテーマにやってるんですけど、うんえっと、学生らしく笑顔でお客さんを楽しませられるっていうエンターテインナメント。うん を目指して頑張っています。なるほど。はい、じゃあ、もう現役のその大学生も含めて、卒業生が集まった。はい、まあ、このエイサーのね、お祭りということで。はいはい、え今度の日曜日と十七日の日曜日。まあ、那覇と沖縄市、それぞれありますので。ぜひ、はい、ラジオを聞いて、皆さんも、どちらか足を運んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますじゃあ、最後に池田さんと、また玉木さんの方からメッセージをお願いいたします。はい。えー、っと、今回は。えっと そうですね、二日間祭り史上初の二日間こう、えー、開催されるということなので、えっと那覇に住んでいる方々、そして沖縄市に住んでいる方々、両方どちらでもえっと足を運んでいただける機会にえっと自分たち企画しましたので、ぜひえっと足を運んでみてください。お願いします。お願いします。はい。はい。池田さんも行きます？<laughs> せっかくなんでね。いやそうですか。うん、魅力とか言てもらえれば。魅力？うん、魅力ですか。うん やっぱ3団体出るのでそれぞれ個性がそれぞれ違って本当に一つのお祭りで結構楽しめると思うので、うん、ぜひ足を運んでいただきたいです。はい。さあ、ということでえ今日は琉球鹿島屋の方から玉木さんそして法政さんの方から池田さんにお越しいただきまましした。た。あありりががととううごござざいいました。 昼間の奥さんから、はいえー、メール来てまして「た、え、む、ー、い」っていうことでこれはあの昼間の奥さんの寒さのもう最上級を表す言葉ですね、うん、もうね、えー、もう一回だけ教えてください「たむい,、はい」はいもう寒い時にもうちから出てくる言葉ですね、うん、これね「たむい」って言うんですか昼間の奥,奥さんはねははパーカーの何ていうのうん、うん 裾をちょっと伸ばして、タムイっていう、うん、早く読んでください。アジクーターの皆さん、はいたい、昼間の奥さんさ、タムイね。た風、大変ね、神のお金も飛ぶね、<laughs> 飛んできたらいいのにね。マッハで取りに行くよ、<laughs> いい人ジラーで。<laughs> <laughs> <laughs> マッハで。<laughs> いい人ジラーでっていうところがちょっとわかんないですけど <laughs>。<laughs> マッハで,んで。<laughs> お久しぶりに聞いと。<laughs> あ、ごめんなさい、どうぞ,どうぞ。 <laughs> これどう考えてもいいとじらでは取れないんじゃない <laughs> マッハだからやうん <laughs> あ,あまあダメだ,めだどう考えてもダメだな <laughs>、えー、店内に時々落ち葉が入ってきます動物だと勘違いして少しワクワクします <laughs> テーマこんな忘年会いいね社長がいない忘年会えいいよ <noise> <laughs> こ,これをこれをこれじゃ <laughs> あのいいいいっていう人といや一応はっていうね <laughs> この昼間の奥さんさんいつも確信をついてくるじゃないですかはいはいいきなりねドキッとさせられますそうですね社長が言いない忘年会はい、はい、子供には見せれないよ余興が見れる忘年会あなるほどなるほど<ー>私が酔える忘年会うん何 <laughs> か深いですねこれね深いな<ー>全部深い全部 <laughs> 全部リクエスト「寒い夜だから」なるほどねここへの不りだったわけですね<ー>知らんかったわったいや布石だったんですね今のね寒,寒い夜だから <laughs> 一応探してみてください義母さん <laughs> 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 死にうっとるさいメールだぜこのメールは。<laughs> やばさよ。あの、あり、社長でも、はい、あの、変な話さ、うん、あの、今日は、はい、もう、ブレイコーです、っていうことで、あ,あの、二次会も三次会も、ああ全部、<laughs> っていう社長だったら、社長ってなるじゃないですか。いやいや、もう、社長行きましょう。もう、社長がいないと忘年会じゃないんですから、ってこそうそうそう、そ <laughs> うそだったら、<laughs> <laughs> これは靴がやるじゃないですかいやまあまあねね社長がいない忘年会がいいって言ってちょっと待っとけまじゃいやいやもあもう行ったらその現場の場代だけ社長に多め出してもらってあとは楽しみなさいみたいな一時会でいや社長ちょっと今日はもう飲み過ぎたんでここで一時会で失礼しますあなんだみんな帰るのか今年はつまらんなっつって。 二次会で合流するみたいな <laughs> <laughs> パターンね。大丈夫か社長帰ったかみたいな。もうあの社、ー、員ラインがねあ,<ー>あってね。社長以外のグループラインとかあるつな。うわ、定時怖いぞ <laughs>。こ,こんなの怖いな、えー。笑ってらんないですよ。えあら？笑ってられないですよ僕らも。ねえ<ー>。 年こせんわなこれだったらね思いが募る一方だぜこの辺は17年に人間不信でや年どんなってこすか考えるよマジで <laughs> あ,あけるぜあのまあこの辺はねやっぱりね社の忘年会だったりとかうんうんそれぞれ形がありますからねそうですねうんなので敬意を表して <うん S 1> 最後までねお話聞くなり言いたいこと言うなり、うん まあ、こんなのもありましたよね。社長って言って笑い話するなりね。うんうん。あの、社長抜きでやるんだったら忘年会って言わないでください。もうだんだんせめて。飲み会っつってください。もうなあんまりだ。<laughs> なんなら。<laughs> なんかこの後話しづらくなったわ、なんか。<laughs> だからよ。いろいろ、なんか思い浮かぶやつさもなんか。アンチ一見のメールでこんなダメージ食らうかの。二人ともだよ、しかも。 で、じゃ <laughs>、そう。いや、もう、たもいいから始まってるわけよ、<ー>これ。恐ろしいぜ。<laughs> はい、ありがとうございます。えー、こんな忘年会。いいなあ、ですからね。メッセージ、ごちでも、お待ちしています。アジクーターラジオ、この放送は。お母さんの幸せ。それは、家族の幸せ。アイレディスクリニック。株式会社、上新組の提供で、お送りします。 ジラジさあ五時になりました生放送アジラジ今日は十二月八日週末金曜日でございますお相手は DJ モーリーとイラミナセイキですいやーもう四時の後半のね昼間の奥さんのあのドドンとしたメールがすごすぎて まだ引きずってるからよ俺あの「手クレオさ、うん、読み勘テした本当に「寒い <laughs> 寒い」寒いっていうのがしかも「寒い夜だから」っていうのがずっと残ってて <laughs> ダメージがすごかったしさ <laughs> この <laughs> パーソナリティを喋れなくさせるような「<laughs> お送りします <laughs> しました」って言ったから。<laughs> しかもギリギリで「します」「た」じゃあ言ったかな <laughs> あまあまあいいかと思う <laughs> 本当余韻がよやばいぜ<ー>マジであ来るぜ、えー、こんな忘年会があったらいいなというテーマでお送りしておりますのでぜひ皆さんも、はい、あこんなこれからね、えー、やるんだったらもう,うん、うん、どうせだったらこんなところ貸し切ってこういう料理が出てプレゼントもこんなにあってとか場所や場所場所うんうん 場場所所大大事事だぜ場所大事あいや一回もうこれ若い時ですけど、うん、その先輩とかとやってるモアイで、うん、船でやったんですよ僕忘年会を。FM コザでもねこの昼の番組でちょっとおなじみですけどあの有限会社ウエストマリンっていう会社がモビー陸号っていうあの戦場でこうディナーが楽しめる。うん あのコースをやってていいですねでこの時期になったらね忘年会プランみたいなのが出てんのよ、うん、でまあリーズナブルな値段でその公開時間が2時間ぐらいなのかな、うん、の中で料理を食べながらお酒も飲めますせみたいなのそれって船動いてどっかに向かって帰ってくるみたいな大体ねこの那覇港から出て<う>、えー、那覇港沖で停泊するんですよで船からこの那覇の夜景が見える<ー>でその、まあ、時間が来たらまた那覇港に戻ってくるっていう感じだった はいはいはいそれがねあのー、もう船の上で酒飲むもんだから、うん、酔っ払ってるのか何なのかよく分かんなかったぞ<ー>僕は確かに確かにか料理もお酒もすごい美味しいのよ<う>時間も満足いけるぐらいの時間なんだけど<う>船がゆーらゆーらしてるもんだからはい、はい、なんかあの飲んでるしでそれで陸に上がってきてもまだふらふらしてるわけお<う>だから楽しかったっすよそれなんか。これって やっぱりあれですか景色も綺麗でっていうところですよね。あやっぱりねこう夜景というかうん、うん、沖縄ってこう海の風景ってもうみんな見てると思うんだけどうん、うん、海から沖縄の陸地を見る風景ってあんまり見たことないと思うんですよ。ない,ないないない。まあそういうのもね結構楽しめます。ないないあそれは良かったなって今でも思い出すんだよね。おしゃれです,、ね、ですねも。もう10年以上前だけどね。うん、なんかこう今年こそはね。 そういういうスペシャルな感じの忘年会がいいなっていうことで仲間内で計画するとかもねいいんじゃないですかねねまあ今年まあねもういやもう店決めちゃったぜ毛利ーーとか言う人もいるかもわかりませんけども、うん、まあそれもまた今後の参考にしていただければいいわけで<ー>だからあのー、場所もさることながらやっぱり、あのー、料理とか、うん、あと飲み放題なのかみたいなねあ確かにねそここだわる人絶対出てくるんですよ。飲み放題じゃないいっていうやつ あのー、二次会マーニーク場っていうのから言う人もいますよねあ一次会も始まってないのね始まってないのね二次会どっかちら言うやついるよな <laughs> ええでて一応。<laughs> <laughs> まじマジで何 <laughs> <laughs> だったら <laughs> え二次会どこだったら何 <laughs> って言いた次会から来る場合は <laughs> <笑>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 これこれ本当によ男子あるあるの場合はマジでなほによ<笑><笑><笑>もう好きな人い,いますもんね <laughs> いますからね,ね だからこれね、あのー、どれぐらいの予算を,、うん、を皆さん使うんですかねいやそこなのよだ大体こう飲み会の予算って、まあ、普通でいくんだったらね、うん、大体このぐらいっていうのがまあ大まか相場でそれぞれあるじゃないですかだからその忘年会だからプラスもうちょっとあと1000円2000円みたいな話なのか、うん、いやいや忘年会だからってそんな贅沢する必要ないやんにっていう <laughs> やつが出てくるのか。うん まあでも僕は結構こうなんかさっきも言いましたけど忘年会ってちょっとスペシャルにやってもいいのかなって思うタイプですからただまあ糸目はつけないわけじゃないですけど一応ある程度はこれ区切りはつけるんだけれどもそうそうそうまあ常識の範囲内っつうかねやりたいなとは思うけどねもうねあのー、忘年会多い人は、うんえー、ここの忘年会をこれぐらいとかねあ<ー>自分でも調整しますからねきっとね一件じゃないからね忘年会もね、うん、多い人は多いっすからね、うん そこで毎回スペシャルスペシャルスペシャルやってたら正月迎えられなくなりますからヒーヒーするからねヒーヒーするちょっとヒーヒーするいや本当にね僕12月始まったばっかりなんですけど予想外の出費が本当に先週多くてちょっとこの12月っていう月が早いってはよくラジオで言ってるんですけどめっちゃ遅く感じてるんですよ。 まだ,まだ8日なのっていうこともうこんなに使ってるんだっていうことでちょっと気がついていや行さんわかりますよ僕<え>実は僕も同じです、うん、財布の口は固く閉めてるはずなんですけどはい、はい、ないんですよどこ,にどこにあるのそれ閉まってないんですね閉 <laughs> まってないいや実はこともあろうかですね、うん、こう大体こう1か月ってこのぐらいの小遣いだよみたいな、はい、こういうふわっとしたのが出てきたんですよ、うん こ,うこのぐらい使ってんだよあんたはみたいなこと言われたこの間言,言わなくていいのに <laughs> <laughs> 知らなかったけど俺 <laughs> えそれって自分でもびっくり価格なんですかいやいやあの俺はね範囲内価格だった範囲内うん、うん、だろうなぐらい、うん、まあそっかっつってでじゃあもうこれを基準にして大体、うん、いい月の小遣いってこのぐらいですからっていうふうに言われるんですでねこともあるから12月に限ってですよ、うん、急によ急に、うん あのもうその金額を封筒に入れられてはい <laughs> ってな, <laughs> な,な,っなったんですよ <laughs> え会社ですかあなたあ, <laughs> あなた方の手取り手取り <laughs> <laughs> 明細明細なんですよでそれほらあるから手元に「<laughs> はいはいはい」いってなるじゃないですか <laughs> <laughs> この間カレンダー見てまだ何の管ちょっと待ってっ,つって。俺、5年か今から何件あると思ってんのっ,つって。これはですね、あの、稀に見る、あの、イエローカードです、これは <laughs>。そういうことですか。あなたの、あの、12月の過ごし方分かってるんで。よく分かった奥さんだと思いますよ。 事前に手を打たれたっつう話ですねもう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 。<laughs> ほんと先手先手ですよ。今、どんなに計算してももう足りないんですよ。うん。らまあぶっちゃけヒートテック買うのも悩んだつのはそこなんですよ。ほんとに <laughs>。 ん <laughs> か「ええ!」と思ったのいやこれはもう過去の自分のね、うん、つけですよ言ったらはい,、はい、いやいやそんな12月に来なくてもいやもうだっていや仕事がね増えてきたとかこういう関係増えてきたっていうのわかるでしょきっといやわかるだって週末も頑張ってんだしさだけど <laughs> あのーお家っていうところから考えるとはい、はい、イエローカード出さぬわけにはいかないということなんでしょうね よく見てますよ<き>本当に厳しい世界だぜ 世界世界としか言いようがない俺からしたらなんで全てなんともうこの封筒の中身がさどうしようもない本当に家庭それぞれですね家庭それぞれ驚いちゃったぜ俺びっくりだぜ俺もしくそんなの来たらいやいや暗らえよマジでいや俺は暗らわないから大丈夫ですその辺は大丈夫なんですけどさあこちらベルプラマスクさん忘年会きれい 可愛い女性がいたらなとか言ったりしますけど、本音は友人とが最高ですねと。友人じゃなくて仕事つながりやいろんなつながりで忘年会するのも男だらけの方が落ち着いて話せます。うんえー、サーキーとかヤラミーとかにいたら嬉しいけど緊張するはず。まあは話すけどさ。楽しいだろうけどさ、えー、楽しいもいろんな楽しいがありますからね。えー、揉めない忘年会なら何でもいいかな。 親や,やんみたいな締めのラーメンに引っ張られていくのはちょっと点てん点てんてん。えー、してさ、今日寒いさね。だけどさ、お店で売っているアイスパフェ売れまくってるよ。<え>もう20個超えている。買うのは若あごはばっかり。寒いのは年寄りばっかりよ。ということで。はい。うん。なんかね、寒い時期の方がアイス売れるんでしょあ、それ俺も聞いたことあるわ。ね。実際でもね、あの、冬でもアイス食べるな、俺。うん。あの、何 あのー、もう氷菓子は買わんよいかにもかき氷みたいなやつは買わんけど、うん、ソフトクリームとか、うん、なんかそういったのは食べたくなるかも<ー>意外となんかねそういうふうに食べてる人って多いですよねだからね、うん、あいいじゃない <laughs> ぼう、あのー、あね忘年会というかその居酒屋のさ、うん、最後に、うん、なんかそのデザート、うん 一人一品出しますよみたいなところたまにあるわけでアイスクリームとか出てくるわけよあれどうする食べる俺食べない食べない俺も食べないんだよなでも食べる人いますよねあげるわけよ俺のも食べていいよっってあげるんだけどっていう話ただ僕わらび餅とか杏仁豆腐がたまにあるんですけどそれだったら食べる あなたお餅好きですからねあのアイスはちょっと最後は僕はね、うん、焼肉の後とかああ飲んだ後にアイス食べたくなる人も一応いるからねいるよね普通になあもう正月来たらもうあなたのシーズンですねそう言ってみたらねなんでなんでいや餅とかもうどこ行っても,ももち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 してるやつああなるほどそういうことねまあまあそんなんならもう1月のテーマはそういうのを持ってきてもいいですから餅的なあ,、うん、あのー、ついていけないですからね メールの数に、あのー、なんていう影響を与えるんでこれは餅だけに <laughs> ついていけないっていう手でいやなんだまや今やが悪いんじゃないば実際 <laughs> <さい> <laughs> <laughs> どうでもいい餅の話 <laughs> 俺がこちょっと膨らまそうかなと思って餅 <laughs> だけにとか言ったんじゃないば <laughs> いや <laughs> 手叩かんけん <laughs> それで BGM を下げるとはどういうことだ <laughs> <laughs> この野郎や <laughs> あのねこんなにね人差し指を生き立つ人初めて見たやつさマジで <laughs> 俺も初めてやったよ <laughs> 横江林しかあなたぐらいですよ <laughs> 本当に気分が乗るやつ <laughs> 今度やってみ <laughs> 司会の時やってみ <laughs> 気分が乗るぞ本当に気分が乗るどんどん出てくるどんどん気分が乗る恨みつのつの,るつのりがもう やばいやばいあそうですか人差し指引き立たせると気分が乗る気分が乗るまあやってみほんとに「はあじゃねえよいや真っ赤な声出しちゃお前あもうねあの寒い夜だからからよもうちょっとね今日大変だわほんとに昼間の奥さんさんのせいです全部はいええ軍団さんから「アイスクリーム食べたら酔い覚めるぜ」っていうことでそういうことなのかなその な何て言うんかなちょ,ちょっと、うん、あ,のあーっていう気持ちをフラットに近づけたいっていうところから食べたくなるんからあーそうなのかもね癖的なもんがあるんじゃないあーそうなの、ね、か締めのラーメンは食べないと嫌だぜっていう人もいるわけでしょ締めのアイスもっていうあーなるほどあれテンさんのコメント見てみえ今の間いら皆さん悪くない餅だけにはいってしまうって書いてあるわ <laughs> 当然聞いてる人当然そう思ってるからんかついてしまうみたいなのをスルーした時点でみんな「えま、ー、待て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 今んだば?」みたいな感じになってんだから <laughs> それを俺代表して俺が言ってるだけなんだから <laughs> 本当によ「あげくの果てには俺の成果のように」<laughs> <laughs> <laughs>「BGM まで下げ上がる始末」 もうよ、来年からよ、アシスタントがよ、よくこうやってあちりるから、血圧計をこうかなと思ってるよ、好きにしれそれを止めるとでも思ってんのか、この野郎、マジでよ、いや、じゃないよ、ああ、はい、清さんの癖ですねっていうこと、なんの癖って、もうついね、反応しちゃうっていう、あそういうことですか、よくないかもしれないですね。 熱くなえっとね軍団さんのメールで「<laughs> はい、チースモーリー加山雄三さん」「誰が加山こぞの忘年会行きたかったけどな仕事だからよ」うん「来年は参加したいや」えー「テーマ忘年会俺なんかソフトのチームの今年の忘年会浜比嘉のペンション借りて1泊でやったわけ、うん、よかったよ」 酒とかはお家から持ってきたりして肉買ってなんだかんだでも会費5,000円でできたからやということでへえー、ペンション借りて肉も買ってきて5,000円で済んだのあれじゃないですかペンションとかってもしかするとこのシーズンってオフシーズンじゃないあ12月とかって確かに夏場とかっていうイメージあるな。うん 安く借りれるんじゃないですかもしかしてあそういうことうんあでもいいかもなほらそういうなんかもう飲んですぐ横になれる場所があるってさ、うん、めっちゃ安心して飲めるさね自分のペースでねいけるからねあ意外となんかいいかもねでしかもこう帰りを考えないでいいからだからそれだからよね<ー>それやけよ <laughs> それだわけよ <laughs> 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 マジで。 今日の忘年会どうななるかな本当にパワー全部使ってるやもん今何分14分,14分持ったんぜ辻、えーま、のねえねえの会社は年末最後にホテルで一泊の忘年会って言ってたなあということで、うん、ああでもやっぱりそのまあペンションもそうですけどホテルだったりとか、うん、まあ一泊しながらみんなでこうワイワイっつうのは楽しそうだねうん,なんかか、あのーうん、飲んでから帰り 一応心配さちゃんと帰れたかなとかまあまあまあ感じ的にとかさ、うん、あの先にあれいなくなったけど大丈夫やがや電話つながらんけど心配だから、うん、そういう泊まる込みでだったら、うん、安心さ一応ななまあ目の前にいいんだからなどなねできるし帰りは家族とかも帰りは明日だしっていうところで予定も立てやすいしね、うん そうなだから忘年会だからっつってハメ外す方もいらっしゃると思うんですよ、うん、まあついつい飲み過ぎてね、うん、だけどそれやっぱ心配するからね周りの人がねですよね「アニはどこに行ったわ」みたいなことになったらさ「まあ、いいよほっとけあれ大丈夫よ」っていうやつも当然いるけど「うん、アニはいつもこんなじゃないよや」みたいな人がさ、うん、いなくなっちゃったらちょっと心配するよねそうなんですよね、うん、だこの辺やっぱりこうお泊まりとかっていうのはいいですね、まあ面白いねでもねいいね、うん、MJ さん「うんはい、社長のいない忘年会」させ <laughs> <laughs> この社長会社の忘年会は昼間やっときながら、うん、えまた飲みに行こうと言ってたみたいいやーきっちり割り勘するくせにたーがいちゅんなーということで <laughs> あ社長らしからぬ何てうか割り勘やみたいな <laughs> らしからぬっていう言い方もあれだけどまあうーんそうねどっちがいいとは言い切れんな俺。 社長だからって毎回こう出してもらうのも気も引けるしねの普段ねよくしてもらってるとかさそういう裏付けがねちゃんとあってだったら全然いいじゃないですかじゃあもう究極言うとこれもう高高みみかかもわんない社長今日は僕らで社長の分まで出すんでぜひ来てくださいみたいなことを言ってもらえるぐらいの社長さんだったらいいねなるほどと思っちゃうな そういうことねうん、うん。だからそういうふうに言える社員さんたちがいる会社っていうのはいい会社だと思いまあ、いい会社ですよね。絶対ね。あ、そういう会社の忘年会とかは絶対楽しいと思うしね。ああ<ー>、いい忘年会だと思います。うん。マウ、うん wow、のモーリーさんからも、はい、えー、モーリーさん、イラミラさん、皆さんこんにちはとこんにちは。なんであんなに寒くなってるかね。うん、私もヒートテック探すって大変だったさ。うんうん。して忘年会ね。 ちょっと話はずれちゃうけど、今年はボーリング仲間での忘年会1件だけあります。はい、毎週積み立てしていて、それから忘年会の会費出すわけさ。うん、男性陣は飲めれば、えー、どこでも OK さね、えー。場所はレディースで、えー、決めることになっていてから、女子は普段食べれないのとか、美味しいの食べるのが唯一の楽しみさね。うんうん、海産物やうなぎ食べたいねってなってから、うなぎあるお店探していて、 たまたま知り合いが勤めてるお店にあったので即予約しかもうなぎのかば焼き1人前3500円ってさら、はあ、に週は高級うなぎ楽しみさはいすごくないうなぎ積み立て、うん、積み立て積み立てのなせる技ですよこれうんうんうんいやあのー、積み立て結構本当にいいよねこの忘年会積み立てってことそうそうそうとかあの藻、ー、合の積み立てやってるのよ、うん、いつの間にかやっぱたまってるさ、ね、確かに 僕らもあるんですよ積み立てをこの忘年会でドンといくのが、うんうん、結構やっぱいい 1>, 1年するとな、うん、5,000円でもいくらなる6万ぐらいへえー、6万ぐらいでそうだそうだなあでかいうわーすごいなーいやまあそれで贅沢するっつうんだったらもう全然構わないっすよね<ー>いいことだと思う こういうなんか今年一年もね、あのー、や,やっていきましょうねとかって言いながら1ヶ月 2>, うん、うん、1> 2ヶ月過ぎて、うん、で気がついたら冬になってみたいなね、うん、あのね忘年会あるあるだと思うんだけど、うん、この忘年会のまあ締めっていうか、まあ、締めでもないけどどこでもいいやじゃあ一人一人来年の抱負でも行っていくかみたいな。<laughs> ことあるじゃないですかはいはいはい意外と苦手でしておうおおなんかこう恥ずかしいんですよいや恥ずかしいでしょそりゃうんいいじゃんって言いたくなるんですよ言わないよ言わないよ多いよ実際そういうのはいはいはいどうそういうのあの俺年始めだったらいいと思ってるあ年始ねうん年末はいいんじゃないかっつう話うんまあなそうだよな 何かかあったんないやいや進めてください <laughs> えちょっと遅くなりましたけれども <はい S 1> ラジオネーム「昼間の奥さん」からちょっとね「寒い夜だから」はなくて <うん S 1> TRF の「寒い夜だから」。 文字のオープニングは、TRF で寒い夜だからお送りしました。この放送は、社会福祉法人人福祉会道塩保育園、花風美里保育園の提供でお送りします。 あの南城市もね近いですよい遠いわあの湯名原警察署からね大里向きに走ったら<ー>パッって行きますからいや分かるよ一応その、うん、<laughs> 言,言ったら僕も南部ですから何なら近いと思ってんだけどハイバルはねハイバルようん、うん、だけど俺の、ま、僕の家からあなたの家、うん、15分で行けないですからね20分かかるかな20分かかんのよ。いよだ,、ね、だからもうだいぶ遠いですよそこ言ったら。うん あの沖縄市で20分かかるって言ったらね、うん、まあまあ距離ありますからねでしょここからだとえっとそうだなえー、池原登川ぐらいまで行けるかなあそのぐらいいまでだたいね、うん、だからそのぐらい遠いっつうことです中部に住んでる人は20分は長いかもねもしかしたらねいやーそうかもよだから20分なんつったらあれだぜ もしかしたらいやいや通勤時間ですよいう人もいるかも分かんないですよ20分うんうううそんぐらいだからあなたがこの沖縄市の仕事終わってラジオ終わって家帰るの家着くの何時に着くか分かりませんけどもちなみに何時に着くのえ五50分です50分何がよえっ何の話あ放送終わってから夜なばるまで50分ってこといやあのえっとねえ家着くまで50分で家着くまでは1時間あ時 ありなこれ見ろ1時間でも早いわそうだね湯沼警察署付近の329水鬼込みしますからあっち込むよなめっちゃしかも道も悪い場合あっちもへもう上り下りのねちょっとした道がありますけどもはいはいはいえええうん人工知能の夫さんからはい します。今日は被災者型アーシャル人工知能ノットです。うん、グリーンフェスタ会場ね。えっ、ー、と今度日曜日まで多分やってますよね。はいえー、農民研修センターは風が強くて寒いです。明日は太陽の予報ラスト2日頑張るぞということで外でね。ずっと1日中いる人寒いでしょうね。今日ねいやあ、大変だと思いますよ。うん、またね。 ちょっと風もありますからね、うん、ちょっと寒いなと思いますけど、まあ、あと2日間、はい、2> あの土日ありますからね、うん、ゆっくりお出かけになられていただければと思います、えー、沖縄市千葉のチャンプル市場のお隣の農民研修センターとなっております、はい、さあ忘年会今年はどこの忘年会にも参加できそうにないな参加できるんだったらのんびりお酒飲みながら趣味のユンタクできるところがいいなということでうんはいはいはい あ僕ね、あのー、まあ、今日のテーマでいくと、うん、お家とか最高かなと思ってて、人のお家とかさ。あ自分家でもいいんですけど。はは、あのー、人の家でば、忘年会とか。忘年会。年会ああ、悪くないと思う。ねえ、あ何<あ>て言うんかな、ま、あのー、鍋落ち着いてワイワイも想像できるし、うん、ちょっとこう、しっぽり。 ユンタクできるかなっていうまあそんなに大人数でもなくなまあ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 そこそこの人数でね、うん、うん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 う全然いいと思いますよ僕も結構この、まあ、あなたの家でね、うん、お呼ばれしてあの食事ごちそうになったこともありますけど、うん、あ好きですよ僕も。よんなねそう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 テレビう見ながらとかお店ももちろんいいですけど、うん、そういう形もいいんですけどお家でゆっくりっていうのもねベストかなと。うんうん だかからねなんかこう、まあ、場所も大事だけどなんかそういうのを、まあ、メンバーが一番大事なのかなと思っちゃうんですね。その人に家じゃなくても店でももちろんいいしと思っちゃうけどただあの集まるメンバーによっては本当に忘年会雰囲気ガラッと変わすから、ね、変わわるるね本当に変わるな、うん、あの人数が多いと仕方ないことなんですけど、うん、この一つのテーブルにドーンって何十人も座れないじゃないですか,、うん、だから結局そのテーブルが割れたりするわけよ。うん で固まったテーブルでだけみんなわいわいやってこっちのテーブルはみんな携帯いじっててみたいなんかねななそういうのちょっと考えちゃうのよ実は。 飲み,あ飲み会ってそんな、あ喋るな、やな。え喋 <laughs> るよな、やな。俺あんま喋れないしね。戦や。本当に。喋る。酒,の <laughs> 酒飲んでるんじゃないかとかもう錯覚するから喋ってるときあるや。<laughs> なんでよって言いたくなるけど。<laughs> あ,のあのよ、こう。<laughs> みんなの前でわーっと喋る人いるじゃないですか。喋、はい、る種類の人と、おとなしく人の話を楽しく聞く人。がいたら、混ぜたいんですよ。そういう人たちを。シャッフルね。そうそう、だから、どのテーブルでも喋る人がわいわいわーっと盛り上げてくれてみたいな。まあ、みんなで盛り上がれば一番いいんだけど。うん、そういうのをね、やっぱね、気にしますね。あのー、ネルトンビニクジラ団ってあったじゃないですか。毎週土曜日に。はいはい、はい。トンネルズのね、お二人が、うんうん、ネルトン的な、まあ。 出会いを、ね、求めてる方がやってきてっていう、はい、ああいう感じでさ、うん、その全体を見ててあちょっとあっちに偏ってきてるなあの人とあの人しゃってないなとかっていうのをうん、うん、なんかこう比嘉、えー、さんと宮城さんこっち来てくださいみたいななんかそういうなんかね<ー>裏でさ <laughs> なんんかやっってくれたらいいんだろうねねきとそうそうやっぱあのーまあ、操作するっていうかうまくこうバランスを整えるというかねそういうのはやっぱあった方がいいと思いますけどねいやもうなんかついていけてないなっていう人も絶対いるさだからねうん,うん、まあ、まあまあそうなんだよな まあでも、そういう人もね、もう五年会ぐらいはわーっと言いたいこと言っちゃってみたいのも、当然いいと思うんだけど、でも、なかなかね。自分からって行かない人もいるからね。まあ、僕もそうですけど、うん。あ、そうですか。あ、そう,そ,うそうです。うもう、僕なんてもう飲み会っても,も、う石みたいなもんですから。石。うん。うん。地蔵かな。うん。正気だねって思ってる、思われてるわけです。結構、それぐらい動かないってことですか。あ、そうです。そうです。酒も進まん。喋らない<う>わ。笑わない。うん。 お金は払うおおいいじゃんいいじゃんいいじゃん誘う誘うよ誘うよええいやお金払うんだったら誘うよ誘うよ兄さんには一応入ってるから箸も割らないうんおしぼりにも手をつけないおおお金は払うううんええよそう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 粉の時間じゃんハハハハ コーーナの時間わかりました、じゃあその前に一つだけ、助っ人さん、モーリーさん、正紀さん、お疲れ様ですと、はい、してからに、こんな忘年会いいな、うん、忘年会は少し高めの居酒屋、で、二次会はカラオケかディスコ、うん、してからに三次会は飲み屋に行って締め、うん、ヒージャー屋っていうのが理想的かなということで、うん。あー、飲んだ後のヒージャー、趣味うまいんだよな <laughs> おいしいって感じるタイプですかめっちゃうまいもうああなるほどあ今テンション上がってますね日一番のね上がってるらもう人差し指ももう軽いわ軽いわしかし体力あるなあだからね3次会まであっち行って最後はヒージャーで締めるんだぜっていうすごいマジですごいでももう忘年会って感じだね もうだから助っ人でケッ助っ人さんの周りも含めて、はい、最後はヒージャーっていうのがもうあるんでしょうねゴールがねあうんそういう皆さんなんだと思うよああなるほどでかヒージャーみたいなことだわ温か飲むでしょうねこれはい,いいっすねはいはいまあ皆さんそれぞれのねすごい忘年会のスタイルがあるでしょうからねはい、うんえー「アジクうタうラジオ」週末金曜日今日の番組のテーマは「こんな忘年会いいな」 こちらでメカフー未知留保育園プレゼン,ツレゼンツ未来家内。 さあ時刻は5時34分になりました子どもたちのコーナー未来家内の時間ですこのコーナーは社会福祉法人人福祉会道代保育園花風三里保育園の提供でお送りしますさあ今週1週間は沖縄市の花風三里情報そして今月の縁頼りの中からご紹介しております12月8日の今日は お誕生日会が行われていたということですえっ、ー、と道しと花風ーミサト両園それぞれ毎月の第2金曜日にその生まれ好きのお友達みんなを集めて、えー、みんなでねお祝いをするという毎年恒例、まあ、毎月恒例になってますけれどもあのお誕生日のケーキなんかもその月に合わせたデザインがね、えー、まあデザインされていて、まあ、大きなもう本当にねそうですね 1m ートル 8 0ンチかな、80センチ 1m ーーぐらいのこう大きめな、えー、ケーキがね、やってきてでそこをねあの、そのケーキをこうテーブルの中央に持ってきてでみんなでね、それをこう見ながら「ハッピーバースデートゥーユー」ということで人数分歌をね、歌っていくっていうものがあるんですけどもあの毎回毎回。 絵本を、ね、プレゼントしたりとかいろんなこうプレゼントもね、えー、その月生まれのお友達はもらうことができるんですよねき、えーまあ、今日は花風ウ里の方で8名のお友達が、えー、誕生日を迎えたということでございます、えー、道潮保育園の方でも今日ねお誕生日会が行われたということですさあ今週は花風ウ里情報でしたが、えー、来週からは沖縄市東原の道塩情報をお送りしていきたいなと思います えー、来週の13日道代保育園の方では餅つき大会が開催されていくようです餅つき会ですね13日の木、あ、すれ水曜日ということでございますそして、えー、クリスマス会こちら12月の25日が道代保育園のクリスマス会となっています花風美里さんは12月の22日 天皇誕生日が12月23日で土曜日なんですけれども、その前の日にね、えー、クリスマス会を行うということでございます。架空三里は22日の金曜日に、そして、えー、道上保育園は25日の月曜日クリスマス会が行われていくということでございます、えー。いよいよ保育おさめということで、12月28日には保育おさめということで、道上保育園も、えー、28日までということです。 保育園のお休みが29日から1月の3日までとなっていますね、えーまあ、年末年始十分に、ねえー、休んでいただいてでまた1月4日から園、えー、はスタートということでございますえっと花風三里は今週は、えー、職場体験生そしてインターンシップ生が、ね、非常に多かった1週間だったと思います、えー、12月月日日から12月7日までは 宮里中学校の皆さんが職場体験で12月の6日、今週水曜から今日までが余活高校の皆さんのインターンシップが行われていたということでございます将来、ね、またこの保育士になりたいと強く感じていただいた方がまた、花風三里またはね道ち保育園に働きに帰ってくるとね、本当にこういいなと思いますね、いい体験ができたと思います。さあ、今週は沖縄市花風三里情報をお送りいたしました。 未来家内このコーナーは社会福祉法人人福祉会道場保育園花風三里保育園の提供でお送りしました。 さあここで週末のですノッキナワ市のちょっとイベントをご紹介していきたいと思います。まずは日曜日に十二月の十日に小座運動公園多目的運動場の方で選手と触れ合い一緒に楽しもう。定員三百名、先着二百五十名様にはオリジナル T シャツのプレゼントということで FC 琉球シーズン報告会ファン交流会が行われていきます。今度の日曜日午後二時三十分から五時の間。 えー、オリジナル T シャツの配布やダンスパフォーマンス、えー、選手の入場選手の挨拶そして監督挨拶選手のパフォーマンス、えー、各ブースのイベントキックターゲットやバブルディレイミニサッカーブラ,インえブラインドサッカー腕相撲あとスピードガン じゃんけん大会などが行われていくということですね、えー、小座運動公園多目的運動場となっています入場無料となっておりますので、えー、足を運んでみてください、まあ、先着250名、えー、様にはオリジナルの T シャツのプレゼントということでございますはいあいいですねまあにあの2017シーズンは、えー、FC 琉球、まあ、J リーグに、ね、参入して、えー、4年目のシーズンなのかな でえー、最高位の6位と、うん、いうことでまあ最終節もあの片桜、富山に対して 1−0、うん、で勝って<お>、えー、6位っていう、ねうん、1位置だったんですけど、あのー、僕も、まあ、途中から、まあ、仕事でちょっと携わらせていただいて、うんえー、負けてないっていうかさ負けなくなったっていうのがすごい印象に残っててうん、うんあ。やっぱりその毎試合毎試合見てるとそういう印象なんだ。うん あのー、シーズン中盤ぐらいに 10,、うん、10戦負けなしっていう時期があったんですよ。うんでまあ、もちろんこう負けはしないんだけど引き分けが多くてで何度か勝ってっていうのも多かったんですけどでも負けないっていうことはそれだけ点取られてないっていう守備がねすごく向上したっていう話な,なんですけど、うんあのー、でも惜しい試合もめっちゃ多くて、うん、首位のチームに対して、えー、もうどっちが 上位のチームなんか分からない試合展開したりとか<ー>結構ねそういう試合運びも多かったのではい、はい、あとはもうねその決定力っていうところでねまたシュート数もこのの中で多分一番多いいんすすよ、うん、あすごいね向こうが5本に対して、えー、琉球はもう18本とかなんかそんな感じだったりとか<わ> <laughs> すごいな圧倒的にシュート数が多いんだけれどもうん、うん、なかなかゴールがね、うん、ネット揺らせないっていう。 うーんいやーでもいい順位じゃないですか6位、うん、また来シーズンね、はい、ここから上を狙ってまた J2J1 ってどんどん目指してもらいたいですね、うん、なんかそういうなんか強いチームなんかな,な,んていうのかな応援しがいがあるよね、うん、またかと思うよりも いや今回、惜しかったけど次、絶対勝てるなあいつらみたいな、うん、よし今回やってくれたなみたいなそういうちょっと応援に熱が入るような試合展開また来シーズンも期待したいですけどね今度の日曜日のイベントでございましたそしてもう1つイベントで言えば先ほどゲストが来ておりましたえ第6回学生エイサー祭りということでえまあ大学生の皆さんがですね頑張っているエイサーのイベントが12月の10日今度の日曜日那覇の県庁前県民広場の方で午後2時から。 で12月17日日曜日が沖縄市のミュージックタウンの方で夕方5時から行われていくそうです、うんえー、沖縄大学からミーカジ琉球大学から法政エイサー沖縄国際大学から琉球カジマヤの団体が登場するということですね、えー、友情出演に p ファムそして沖縄国際大学中東芸能クラブのベリーダンスも見られると。 いうことですねまあ、詳しくは第六回学生エイサー祭りで検索をしてみてください以上お知らせでございましたさあメール来てますね、うん、昼間の奥さん昼間の奥さんよリクエストありがとうございましたカッコ寒い夜だからなかったのねでもモーリーさんの付け足した、えー、聞き聞き取れました心惑わすことができてリスナー妙利につきます <laughs> はお家で忘年会 えー、トイレ掃除してから帰れよということで。あるあるですね。そうですね。うん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 。<laughs> リスナー冥利に尽きるらしいですよ。<laughs> いやもうやっぱ一撃ね。爪当て残すっていうのは。<laughs> いやいや、まず分かりますけど。分かりますけど。<laughs> アジラジのリスナーさん、特にそうですけど。えぐりがえぐいんですよ、だから。 マジでえぐりなんですよ。えぐりあ。傷が残るんですよ。あ、かすり傷じゃないんだ。番組終わって言えるもんでもないんですよ、それだから。なる,なるほど、なるほど。一撃がね。来シーズンも期待したいところですけど。<laughs> <laughs> ままだありますから FM コザって何日まで放送やってるんですか、はい、えー、っと生放送自体は年内は12月の27日水曜日はい水曜日の夜の11時からの「トゥナイト5」までとなっておりますね、うん、なるほどで28日から、えー、1月の3日、うん、3日日までは収録放送を挟みながら、うんまあ、ほぼほぼ音楽という、えー、ラジオ局には珍しい正月休みがあるという。うん まあまあまあそうですねいろいろとのんびりしたいなとは思いますけれどもはいそんな感じですわかりましたそういう話もねずっと早いかなと思ってたけどそろそろしとかんとね一っとけなんですよねだから忘年会もやるよやるよっつっても今日ですからねうんそうそうもう一つちょっと早いですけど今日この後の番組なんですけど6時台は音楽。 で7時からはサンサンズの「アビブサカティフラーデナイト」うん、収録放送ですね、うん、でその後ムービングウェーブ」こちら収録放送<お>でそれ以降の番組はお休みとなりますのでなるほどご了承くださいよろしくお願いいたしますえー、っとこちらラジオネームジャムクラッカーさんえー、モーリーさん寒いね今日 FM コザ忘年会だよね楽しみやすさということであいらして いただけるんですね。うん、ありがとうございます。楽しみにしてますね。リスナーさんもたくさん来ますからね。今日ね、そうなんですよ。まあ、あのー、パーソナリティの皆さんも当然ね。参加も多いですけど、はい、やっぱりリスナーさん、そしてスポーツス,スポンサーさんに来てもらいたいなって思うんです。うんうん、で、リスナーだけじゃなくて、リスナーさんのお友達とか。お スポンサーさんのお友達とかご、うん、家族またはパーソナリティのお友達とか、うん、そういった方に来てほしいですね。うん、でまたこう FM 講座を聞くきっかけになってもらえればまた嬉しいかなと思いますね。 こんなに聞いてくれてる人がまた関わってくれてる人がいるんだってなかなか目にしないさ。だそうなのよ。あの時間帯によってね、うん、会う会わないの人がいるからどれだけね関わってるかってあんまりこう分かってないんですけど。そうなんですよね。ねだからあの忘年会って毎年百名超える人数来ていただいてますけど、はい、あの会場で見るとね人多いのよやっぱ百名超えるとこんないいんだな人。 うん、なまあそういった意味ではちょっと嬉しくなっちゃいますけどね,ね<ー>、うん、楽しみですこれも、うん、もう早くもね先陣を切って、えー、太郎助さん一行が子供の国に <laughs>、えー、海賊工房行きましたけどもねこの後7時からっていうことではいそうです、えー、今聞いてる方でも参加できるんですかもちろんです、うんえー、事前予約という形を取らせていただいたんですけれども まあ、当日までわからないという方も中にはいらっしゃったので今日やっぱいけるぜという方がいらっしゃったらですね、うん、ぜひ、えー、7時、えー、それ過ぎても構いませんので、うん、あの飛び込みで来てください2500円はいそうです2500円で飲み放題で軽食が少し出るというスタイルですね、うん、でしかもも話を聞いたらプレゼントも いやそうなんですよ。これ言っていいんですか？はい、もう大丈夫です。今年もね、各スポンサーさんにご協力いただきまして、はい、この忘年会のためだけにスペシャルプレゼント、うんえー、いくつもご用意しております。うんえー、ホテルの宿泊券ですとか、うんえー、ランチ券。 えー、あとは「映画の招待券<お>トトあとは沖縄手帳」とかねいろいろ細かいものまで入れるともう数たくさんあるんですけれども、うん、それをみんなでこうくじ引き形式で番号を引いて「何番の人?いいね」みたいな感じで毎年やってるんですけれどもそれもね今年も盛りだくさん景品ありますんでね、はい、ぜひゲットしていいただければと思います僕何回かそのお食事券をいただいたんですけど、ね、何回かね あなた当た当ってるんですか去年おととしぐらい当たってるんですけど <laughs> 去年当たってたよな当たってるんですけど司会のくせにやと思ったあのー、<laughs> ディナー券だったんですねちょうどイルミネーション見ながらディナーだったんですけど、うんうん、めっちゃ良かったおいしかったしいや本当にねあのー、まあなんかやっぱいいんですよ本当に、うん、そういうあの用意してくれる景品がだ、うん、からそういった場所でちょっと特別なねディナーなんかも。 あなたみたいにできると思いますんで、あのホテルの宿泊券なんかもうん、さっきの話でしていいんですか？あ、いいですよ。いいですよ。部屋をああ、そうそう。そうそうえ,え、変な話水筒とかエロハベルらしいのよ。今回ほお、はあ、だからもうそのすごいんじゃない？それご用意していただいたスポンサーさんが宿泊券です。どうぞって持ってきたらしいのよ。はあ。 でまあ、普通だったらね、うん、こうレギュラーな部屋の一泊みたいなことなんでしょうけどいやいや好きな部屋泊まっていいですよみたいな宿泊券なんだって <laughs> いいバーって思ういえば一番いい景色の見えるところとかでもいいんでしょ行ったらまあそういうことですようわーそういうことですよまあ日が合えばね獲得された方が、うん、この日スイート空いてますか赤松さんスイートはじゃあ、うん、その下でみたいなことなんだと思うけど、うん、すごい そういうのねぜひいくつも用意してますんでなかなかないですよこれははいぜひまあそういった特典もありますのでそうですねいい忘年会にできればと思ってますんではいさあラジオネーム東京から世田谷のコーラゼロさんから頂きましたありがとうございますモーリーさん世紀さん味じくうたーなリスナーの皆さんこんにちはさていい忘年会一気飲みなどを強要せずわきあいあいと飲めればそれでいいですあとはできるだけ仕事の話はしない え仕事の話は熱くなって怒鳴り合いになることが多いので仲良く飲んで幸せになりましょう <laughs> では最後までちばってくださいねということで、はい、はいはいはいなるほどねまあこれはそのなどの忘年会かっつうことよね、うん、職場の忘年会であれば当然仕事の話以外で喋ることねえだろっつって <laughs> <laughs> なってくるのかも分かりませんけどでもそこはもうやっぱり漢字が銘打ってはい、はい、今日は。 えー、お仕事の話はなしで、うんえー、皆さん前向きな話でお願いしましょうみたいなね、うん、ことを一言添えればもうそうなると思いますから。喋、うんうん、りたい方は二次会でどうぞっつうことですよね。なるほどなるほど。はいはい、あの二次会行く行かないの話を駐車場でする。うん パターンって多いいじゃないですかあ,あるあるあ、ねうん、あの時間めっちゃ揺れているでしょうね多分ね行こうかなどうしようかな難しいとこっすよでもねいや行かないんだじゃあ俺もになるのかわ <laughs> かるわかるあじゃあ俺も行くになるのかねああ分かる分かる。 あの時間ちょっっっとももたたいないい、ね、いないよななよよねすぐ2、はい、次会ずバッて行ければいいんだけど、まあ、た,ただその2、うん、二次会の予約を取るっていうのもね、うん、なかなか大変なんですよこれ、うん、何人行くのかわからないっつとのかね <laughs> またこれね。だからその1次会中にパッと決めれりゃまた2次会の予約も取れるのかもわかりませんけれども、はい、外出てからじゃあね 寒いっすから <laughs> その前にもうあれだな、あのー、分かった今日の放送で分かったなんすか忘年会の感じの決めたところを、うん、もうあれだ文句言わないなるほどじゃあ秋元さん最後にその忘年会いい忘年会ってこうなんだなっていうのを思うところで俳句にしていただいてごしごでちょっと表現していただけたら皆さんに伝わると思うんですけど忘年会はい年に一度のお祭り カニ食べたい。え守れや。ゴシゴって言ってるんだろ。なん <laughs> やばこの年に一度の年に一度の大祭十十五十はい最後なんつった。カニ食べたい。カニ食べたい六はい。五十六。<laughs> お<ー>何これえだから <laughs> 王が間違ってるって言ってんだろやさっきから。<laughs> <laughs> 王が違うんだよ王の使い方がよ。<laughs> 俺に言わせろよ綺麗に言ってから。 あ、じゃあ、どうぞ、どうぞ。俺?。はい。<laughs> あ,あ、そう。忘年会。みんなで楽しむ。うん、うん。忘年会。<laughs> ほらね。ほらね。<laughs> もう当たってるか分からんけど言い切ったから言い切ったからもう守る言っといて俺は守るわな五七五よせめてよあのよ同時によあのこの字数も考えて言葉生み出すとか無理無理できない厳しいよなセンスが問われるセンスがさあということで最後はですねラジオネーム「人工知能の夫さん」「サカナクションの新宝島」こちらで「 お別れとなりまいろいろ来てますね、えー、<laughs> 蚊にアレルギーだからクエンシっていう軍団さん、忘年会の時点で6文字、軍団さん、<laughs> ひねりがないということで <laughs>。<laughs> 本当だ <laughs> <laughs> うつるさいやいやイメージでは忘年会3つだから文字が <laughs> そ,うそうそうそうなのよついついね漢字でねまだ足りちゃうんじゃないかと思っちゃうんすよああひらかのにしても「五じゃないかと思ってんのよ <laughs> そうそうそう盲点ですねこれね盲,点盲点だな <laughs> <laughs> やるやつさ <laughs> 早く閉めてヒンギョーせ今日 <laughs> ヒンギョー <laughs> やばやばや <laughs> こんな放送ないやもう <laughs> 突っ込るれる,突っ込まれる <laughs> えー、週末金曜日、アジクルタラジオ。この放送は、社会福祉法人人福祉会、道代保育園、花風美里保育園の提供でお送りしました。週末金曜日、お相手は DJ モーリーと、イラミナイキでした。